休みの日に出かけたいのに車が汚れてる、何時間もかけたくないよ。ルーフの左後ろから。違いというと、皆さんこんにちは、ビューティフルカーズエクスペリエンスセンター埼玉入間の桃香です。ゆうきです。はい、今回の動画は、休みの日に出かけたいのに車が汚れてる、何時間もかけたくないよっていう人に見てほしい動画です皆さんからよく、洗車するのに2時間とか3時間とかかかってしまうので、なかなか早くできないという方、結構ね、ご相談いただくんですけれども、こんな感じでビューティフルカーズの台車ツーリングが汚れてしまっているんですけれども、こちらを2時間も3時間もかけることなく、パパッと楽に簡単に綺麗にしてしまう洗車方法をご紹介します。あえて YouTuber さんたちとの洗車方法に抗う感じですけれども、ビューティフルカーズはですね、楽に綺麗を保てる洗車方法と洗車用品を発信しておりますので、いろいろ悩みたくないとか、時間をかけたくない、洗車を簡単にしたいっていう方は、このままぜひ見続けてください。では最後までご覧ください。今回使用するものはですね、こちら、洗車スポンジ、ビューティフルカーズのクロスカットが入った洗車用のスポンジ、とっても柔らかくて傷つきを防止してくれるものと、あとはシャンプー、洗剤、コーティング剤、こちらですね、ビューティフルカーズのオンラインショップで全て販売しております。こちらのコーティング剤は汚れをつきにくくしてくれる、拭き上げながら施工するコーティング剤なので、とっても時間がかからないです。あとはまあシャンプー、400倍で希釈できる、泡立ちがよく、泡切れがよく、泡持ちも良いシャンプー、タイヤとホイール変色させる心配のない優しい成分のコロイド洗浄剤などなど使用します。今日のコンセプトは、時間をかけずに早く洗うということなので、説明はあんまりせずですね、サクサク洗っていきます。はい、そしたら今の時間は10時3分ですかね。3分過ぎたところですね。はい、ではそこから始めていきます。まずはですね、タイヤとホイールを洗っていきます。最初にボディ全体をですね、濡らしてしまうと、ボディが乾いて水道水で洗っているとですね、シミになってしまいますので、最初はタイヤとホイールを洗います。私たちはですね、こちらの純水器というもの、こちら今販売してないんですけども、今はもう少しコンパクトでお手頃価格のグリーンライフさんの純水器販売しているんですけれども、こういった機械を通してですね、水しみの原因となるカルシウムやマグネシウムといったミネラル分を除去した水で洗車することによって、圧倒的な楽さと時間の速さを実現しているわけなんですけれども、こちらは最後にすすぎの時に使います。それまでは水道水を使います。よいしょ。洗車の悩みでですね、あるのが水しみ、水垢だと思うんですけれども、まあ、それが純水で全て解決されるので、もうまさに洗車を楽にしたいという方には純水器おすすめですね。まあ、コロイド洗浄剤をこんな感じで全体にかけていきます。そしてこの畑のブラシで側面を洗います。コロイド洗浄剤をコップ洗い、100円ショップに売ってるこういうペットボトル洗いとかコップ洗いにですね、含ませて洗います。こういう狭いところもですね、洗えますので、ちょっとカチカチ鳴ってるんですけども、点と点で当たってるので傷にならないので、ご心配なさらないよう。そして吸いだら、このホイールの表面も洗います。
もう一回側面を塗って。全体をすすいで終わりです。まあ、時間がないときはタイヤとホイール洗わなくてもよかったりします。そうするともっと時間が短縮できますからね。
バケツの中をすすいでシャンプーを2週半から3週ぐらい、今日3週にします。入れてシャワーで少し水を入れてからストレートにしてぐるぐる回します。泡だったら泡を潰して側面に沿わせて水を入れていきます。先にシャンプー液作っておいた方が乾くリスクが少ないので先に作ってしまいます。バケツは15リットルの大きさで、泡が3で水が7になるようにしてしっかりと水を入れていきます。で、こんぐらいになったらジョロにして泡をきめ細やかくします。はい、よいしょ。湯洗いします。最初に高圧洗浄機で砂と泥、汚れを流していきます。流したところ見てほしいんですけど、ほとんど結構砂汚れが流れてると思いませんか？もうそうですね、ほとんどだいぶもう何もないっすね。これはイージーグロスコートナノを洗車の後に前回使っているので、こんな感じで汚れが落としやすくなってます。
スポンジをシャンプー液にこう入れてですね、こうちゃんと浸します。そしてルーフの左後ろから洗っていきます。こんな感じで一筆書きで洗っていきます。こんな感じですね。スポンジがこう吸い付いてるので、こうギュッとあんまり力入れる必要はないです。左利きの人は逆から回ると洗いやすいですよ。で、上半分全部洗い終わったら、フロントの右のフェンダーから下半分を洗っていきます。全然汚れてないですね。ただちょっと砂汚れがひどかっただけで。よいしょ。ここから下はリアバンパーは一番最後に洗うので、ここから下はまだ洗わないです。ここがリアフェンダー、リアフェンダーからドアフロントバンパー、リアバンパーで洗っていきます。よいしょ。
パンパーはこういう感じで縦に分割してこまめにスポンジを洗って洗っていきます。はい、はい、終わりです。1回すすぎます。純粋に切り替えて、thank you.
水と小さいスポンジ用意しまして、内側を洗っていきます。このゴムの外側ですね、濡れる場所は大丈夫なので、ゴムの外側をシャンプーで洗います。ここに泡が結構、あ、泡が結構溜まってますね。よいしょ。今何分ですか？今ちょうど30分経ってますね。はい、時々時計を映してもらえれば。はい、はい、よいしょ。ここにも泡が溜まっているので流します。
これで一通り終わりですね。よいしょ。そしたら口なしのマイクロファイバークロスを使ってボディの余分な水気を取っていきます。よくすすいで、こんな感じで間引いていきます。マイクロファイバークロスの毛足の短い範囲によく振ってから最初だけにプッシュします。そしてスポンジと同じ強番で拭いていきます。一回塗って絞ってまた拭きます。ゴムとかガラスとか元掃除紙とかどこに塗っても大丈夫なので塗っちゃいけない場所は特にないです。シミにはなってないですね。ないですね。大丈夫そうです。
ガラスもだいぶ綺麗ですよね。そうですね。鱗はあんまりないし、純粋使って洗車しているなと。私はなんか質問されたら答えますけど、こんな感じの無言作業で大丈夫ですか？まあそうですね、あの報告としては40分経ちましたとしかないんですけど、定時報告としては視聴者の方になんかためになるようななんかね。いやそのその今グリル拭いてるじゃないですか、はい、グリルのところに皆さんよ汚れがたまるとかよくおっしゃられてるんですよ、はい、やっぱそれを防ぐにはどうすればいいんですかね。防ぐには変なものをまず塗らないということと純粋を使うっていうことですね。この車も去年か、はい、去年一昨年かもう車検取った車なんですけど、だからそんだけ経ってるんですけど、どうです？いや綺麗ですよね。こことかここ溜まりやすいこととかね、ないですね。水垢とかなんかこびりついて取れない汚れみたいなないじゃないですか。そうですね、あったらポツポツって感じでついてますもんね。そうあればね、でも ないじゃないですか、まあ、だからこんな大雑把にしか拭いてないですけど、全然毎回 ないんですよ。なんで、まあ、グリルをね綺麗にしたければ変なものを塗らないのと水道水を乾かさないっていう、まあ、水道水別に使ってもいいんですけど、原因が水垢ってことが多いので水道水を乾かさないで、乾かさないのちょっと厳しいみたいな、全部拭くの厳しいみたいな場合は純水を使っていただくとより良いですよと感じですね。純水を使ってこの車は洗ってますからね。まあ、十分なのでも綺麗なんですけどね。さらにプラス塗ればより綺麗になりますと。次はステップの内側ですね。はい、色を変えたクロスで拭き上げするんですけど、砂とか汚れがついてる可能性が高いところをやるので、ボディ用のクロスとは分けてます。これもよくすすいでから、これ買ったやつ一回洗濯してますので、皆さんも使う前には一回
洗濯していただければより安全ですね。結構泡立つものもね、これも結構洗わないと泡立ったりするので。洗濯する際の洗剤は何かあったりします？洗剤はアタックゼロを使ってるんですけど、まあ、蛍光剤とか漂白剤とか、まあ、柔軟剤が一緒に入ってるタイプとか、そういうものじゃなく本当にシンプルなものがいいですね。マイクロファイバークロス用の洗剤とかも売られてるんですけど、はい、一回試したらもう明らかにギトギトなんですよね、クロスが。おー、だからちょっと良くないです。なんか柔軟剤ってふわふわになるからいいなと思うじゃないですか。そうですね。でもあれ繊維が死んでても、その中身の洗剤の効果、柔軟剤の効果でふわふわに見せてるだけなんで、見せてるだけっていうかふわふわにしてるだけなんで、その成分みたいなものがクロスについて、なんか拭いた時にすっげえギトギトするんですよね。だから、はい、マイクロファイバークロス用の洗剤とか使ってる人もいるかもしれないですけど、実は気づかぬうちに結構ギトギト車に塗られちゃってる可能性もあるので、普通にシンプルな衣類用の洗剤がいいんじゃないでしょうかと思います。ありがとうございます。はい、よいしょ。フロントガラス拭いて、ステップの内側を拭いて、タイヤ拭いて終わりですね。このステップの内側もね、この車もう車検を取った車とは思えない綺麗さじゃないですか。ってことはこの車は 4,5 年目ってことですか。4年、もう4年経ってますね。あ、去年、一昨年の、一昨年秋田で車検取ったので、はい、4年ですね。4年は経ってます。4年経ってる感じはしないですね。結構ね、綺麗ですよね。だから、まあ、4年経ってこうだったらもう4年経ってもこうなんじゃないですかねって思う。そうですね、うん、っていうのの積み重ねがルテシアだったりしますね、はい、ルテシアは10年経ってますから。2つ同時に開ける、ここが拭けないからですね、はい、一緒に開けます。そんなところまで拭くんですね。拭きますね。あとでね、掃除機がけしたらいいですね。これ綺麗に室内もしてあげたらですね、めちゃめちゃ綺麗になりますね。そうすると掃除機だけでだいぶ綺麗。車に関しては もはやほとんど誰も乗ってないから新車とほぼね、全然後ろに人が乗るみたいなことは少ないんで。でこうしてるうちにステップは終わり、このボンネットの内側ですね。意外と皆さん拭かないとこですよね。そうですね。でもここも拭いといた方が全然いいですよ。まあ特に水道水とかだとここ大変やりきれないですけどね、全部は。水垢になりやすいですよね、ここもね。そうですね、どうしても。ただこれ純粋なんでね、完璧に拭かなくてもいいですけど、まあ、その拭いてあげるだけで
綺麗が長続きしますからね。よし。あ、大変。大変です。時間が経ってます。今後ね、タイヤとホイールもナノします。結構ホイールとタイヤに使えるっていうのを知らないって人も結構多いので、店頭に来る方で。はい。もう塗ってると自然なツヤが長続きしますよ。タイヤワックスは不要です。指でこんな挟む感じで拭けばいいですか。よいしょ。はい、はい、終了です。はい、何分ですか今。57分。あら、10時57分なので54分もかかってしまいましたね。54分もかかってしまいました。はい、これをですね、皆さんがご家庭でやっていただければもうちょっとね早くなりますよね。お話もすることが説明なくなったりとか、もうすればもうどんどん早くできますので、仕上がりちょっと見てください。ビフォーと一緒に、ビフォーの様子ゆきくん見てましたけど、最初結構ね、あれはちょっとびっくりするぐらい汚かったですよね。びっくり、ちょっとね、大丈夫かなビューティフルカーズみたいなね感じでしたけど、どうでしょうか。ちょっと全体見て感想を教えてください。いや、同じ車とは思えないぐらいなんか綺麗になっちゃいましたね。ねえ、すごい。これが1時間かからずに、そうですね、できるということですよ。まあ、後ろのねトランクの部分もだいぶ砂が溜まってましたよね。めっちゃ溜まってましたからね。埼玉すごい乾燥してて、砂嵐が一回あのひどい時期がありましたから、その時に多分ついちゃったんだと思うんです。そうですね、はい、だいぶね、まあ、こんな感じでどんどんほらトランク閉めたりしたら出てくるじゃないですか、こういう水が。そうですね、これがあの 水道水だったらあれですよ、全部これシミになりますからね。で、走ってる時にザバザバザバって出てくるじゃないですか。出てきますね。それもシミになりますとそれをね気にしてたら、本当にほらミラのとこからも垂れてくるでしょ、水が。あ、こんな感じでね、拭いても垂れてくるんですよ。これが純水だったら、まあシミになる心配ないですよっていう、まあ、ミラーのこういう縁とかに溜まりますからね。そう、水がねこう溜まって出てくる、拭いても拭いても、裏に溜まってるやつがここ出てくるんですよ、こうやって。だからこれもね別に拭く必要ないですよ、純水だから綺麗になりますよ。水道水だとねこういうところがシミになっちゃいますから、まあ本当に汚れを気にしたくないみたいな、洗車を簡単にやりたいみたいな方にこそ純水器はいいんじゃないでしょうか。もう今やね一般的になってきておりますし、ビューティフルカーズでもお手頃価格の、まあ、入門に適しているみたいなちっちゃい純水器ありますので、まあ、効果をちょっと実感してみたいなっていう方にはぜひおすすめな商品でございます。ということで1時間以内でねできたので、出かける前に車があんな悲惨なことになっててもですね、パワッと洗っていただければ綺麗な車でお出かけできるんじゃないでしょうか。そうですね、ボディだけだったら本当、はい、もっと、そうですね、まあタイヤなくなれば8分とか6分とか
短縮されるんじゃないでしょうか。10分とかね。そうですね。そしたらまあ50分ぐらいでできますから、本当にちょっと早起きしてもらえればいいんじゃないかなと思います。参考になりましたか？結構ね、2、3時間かかっちゃうって方、片付け除いてこんぐらいの時間でやっていただければ十分こんな感じで綺麗維持できますので、真似していただければと思います。ということでですね、今回の動画面白かった、参考になったという方はぜひチャンネル登録と高評価と通知のオンお願いします。このセルフ洗車場として、こちらをですね、この洗車スペースを貸し出しもしてますので、ちょっと家ではなかなかできないという埼玉入間近郊にお住まいの方はぜひ当店にお越しください。ということで、次の動画も楽しみにしていてください。ありがとうございます。